みなさんこんにちはこんにちは木和奈々美です小次郎講師ですさあ小次郎講師のマーケット超特急2月14日月曜日でございますいつもは金曜日にお届けをしているんですが祝日の関係で今日は月曜日のお届けとなりますそして新型コロナウイルスの感染対策をより強化しようということでリモートでお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さあ、小次郎講師相場は今ちょっと目が離せないような状況になっておりますねそうですね3連休でね、うんえー、日本はオリンピックをまあ楽しんでたとね、えー、こういうことだと思うんですけどその3連休の金曜日に世界中では 株が暴落するというね、こういうことがありました。えー、日本人は今日月曜日にね、日経平均見て、ああ株が下がってるんだって言ってね、初めて気がついてるんですけど、はい、これ実はもう金曜日の段階からですね、もう世界中の人は知ってると、ね。で、私はあのクリック株365という投資商品ですね。 これは日本株をやっている人にもすべての人にですねぜひその価格を見てもらいたいなというふうに思っているんですけどなぜクリック株365を、ねえー、見てもらいたいかかかりますかねクリック株365は祝日も取引がありますすよね、うんはい、そういういことなんですクリック株365の中には日経225ニューヨークダウドイツのダックスイギリスの FTSE100 と、ね、こういった銘柄がありますけども、ね。えー 金曜日も取引があります日経平均、これは金曜日はお休みのところ、ねえー、クリック株365であれば金曜日も取引しているということは、もう下がってきたということがわかるんで、今日朝、ねえー、市場を見て、あ、下がってるんだと思ってた人は、まあ、残念ながら一歩遅れてると、ね、こういうふうに思いますね。えー、しかも、ねえー、クリック株365の中には、原油、金というコモディティもありまして、その原油、原油金、これも大きく上がっているということですね。 えー、先週金曜日に起こった出来事をもう一回整理してお話をしたいと思いますけど、ねえー、木曜日にアメリカの CPI が発表になりました消費者物価指数ですね、えー、アメリカはもうインフレがやってきているわけですからこれが今一番の注目どころですけどこれがまあ40年ぶりの、まあ、伸び、えー、前年比で、ね、40年ぶりの伸び7.5%という、ね、数値まで上がりまして まあ、これでまあ一つ衝撃があったわけです、ね。で金曜日ですけども、ねまあ、ロシアがウクライナに、ね、侵攻するんじゃないかこういうニュースが世界中を駆け巡りましてアメリカ日本では、ね、もう即刻ウクライナにいる、ねまあ、ア,メアメリカ人日本人に即刻、まあ、国外退、ね、去をするようにこういう指示が出たということで。はい まあすはオリンピックのさなかに、ねえー、ウクライナとロシアが開、ね、戦状態になるのかということで、えー、相場が暴落していったと,こういうことになります、ねはい、じゃあまずうーマーケットチャートから見ていきましょうかよろししくお願いしますチャートが出てきましたでしょうかはい、はいえー、これがね、えー、クイック株365の日経225ですねそしてこちらがニューヨークダウン イギリスの FTSE100、ドイツの DAX ということで、注目は金曜日ですね、えー。金曜日のチャートっていうところを注目してもらいたいんですけども、ね、木曜日ぐらいまでなんとなく日本の、ね、市場っていうのは、戻し、下げに対する戻しを演じてたんですけども、ね、金曜日に大きく下がってるということがわかると思います。こういう金曜日の動きっていうのは、クリック株365の中では見れるんですけども、実際の、ね、日経平均では見れないとい、ね。 あとで日経平均のチャートもお見せしようと思ってますけど、えー、ここら辺注目だと思います。ねはい、ニューヨークダウンバー、どんと大きく下がりました。はいえー、ドイツのダックスも下がっております。ところが、まあ、イギリスの FTSE100 はなんとなく、ねえー、安定的に上がっているとね、ね、まあ、こんな、ねえー、感じがしますけども、多分今日ねスタートすると大きく下がってくるんじゃないかというふうに思います。はい、で今日は、ね、このニューヨーヨクダウンを、ねちょっと 中心にお話をしていいきたいと思うんですけどもこれから先どんな動きがありますかということですけど、まあ、2つ、ねえー、目先の問題があるとウクライナ問題がありそして、ねえー、消費者物価切り上げこれが影響するのは3月,、ね、3月に FOMC で金利が上がっていくのかどうかということですけど。 まあ金利が上がっていくということに関してはほぼ100%近く間違いない話と今マーケットは織り込んでおりますで。ポイントはどこへ移っているかというと0.25%利上げか0.5%、ね、利上げか0.5%利上げというと本当に何十年ぶりということになりました、ねはい大体1回の利上げたら0.25%ずつ上がっていくということなんですけどその倍、ダブル利上げ。 というものがあるんじゃないかということで市場は今戦々恐々としているこういう状態があります。で、まあ、ポイントはねウクライナ情勢ですね。はい、ウクライナ情勢がね果たして緊迫しているのかそれともね落ち着いているのかそういったことも実はですね、えー、マーケットを見れば分かる新聞のニュースを見てもさっぱり分かりませんマーケットを見たら分かるとねじゃあマーケット見ていきましょうか。 ニューーヨクダウをちょっとピックアップしていきたいと思います。はい、で、これ、冷やしチャートですけども、短い足でちょっと見てみましょう。どれぐらい短い足か、まあ、15分足ぐらいにすれば十分ですね。15分足、ねえー。これがですね、金曜日の相場ですけど、金曜日の3時半の時点で大きく下がっております。それまではね、横ばい状態、もちろんそれよりも前もね、えー、長期的に見ると、どちらかというと、 下げ傾向がもうすでに出てたわけですけども、えー、今回の大きな、ね、下げこれにつながったのは金曜日の、ね、3時30分からの、ね、15分で大きく下がっているでその後ですねどんな感じですかね動きとしてはななみどんな感じがします 大きく下がった後少し横ばいといったところですかそういうことですね、はいえー、実はウクライナ情勢ということで言うと、ね、市場がオープンしてない時だっていくらだって情勢ってのは悪化したり良くなったりしますよね、はい、ですから実は、ねえー、アメリカ市場がオープンしてるとか日本市場がオープンしてるとかいうことは関係なしに、ね、情勢の変化ってことがありますそれを一番、ね、反映してくれるのは私は ククリック株365じゃないかと思ってまして24時間の取引ですね、はい、でこの月曜日ね、えー、実は日本市場ね今日本市場がオープンしてるわけですけど非常に注目されております、はい、なぜ非常に注目されているんでしょうかアメリカやヨーロッパよりも早く日本市場がオープンするからですか そういういことですね、えー、世界の市場はまずアジア市場東京からスタートするね、えー、このアジア市場がオープンしそれがヨーロッパ市場に移り最後にアメリカ市場で終わるとねですからアメリカ市場ってのは土曜日の朝まで取引がしますありますねで土曜日の朝まで、えー、ニューヨーク市場で株その他が大きく下がってそれで終わったわけです、ね、で、ね、新しい週はどうなんだろうかとね その間に土曜日、日曜日の動きがありますから、土曜日、日曜日の間にウクライナ情勢が変化する。そのウクライナ情勢の変化を受けて、月曜日朝一番日本の市場は大きく下がるんだろうか、大きく上がるんだろうか、ね、戻してくるんだろうか、こういうことが注目なんです。で、日本人は日経平均を見て大きく下がったとっ、ね、いうふうに思われてますけど、日経平均を見て大きく下がったと思っている方は、まあ正直言いましてね、投資の世界ではちょっとね、遅れてると。 なぜかというと日経平均が今日大きく下がるのはもう金曜日の段階から分かってたと金曜日の段階かから分かってたわけですとすると何がポイントかというと今日、ね、日本市場がスタートした後ねさらに下の方へ動くのかその後下がったところからスタートして戻していくのかということがポイントですね、はい、えもしね、えー、土日にウクライナ情勢がさらに悪化したらこのニューヨークダウン これも、ね、24時間取引です。えー、クリック株365の、ね、ニューヨークダウンは24時間取引ですのでさらに下の方へこうへ動いていくということなんですけど、えー、そういう動きをしておりません、今は小康状態、小康状態この後にこれがどっちの方向に、ね、動き出すかということで、えー、ウクライナ情勢がちょっと、ね、落ち着いたとかあさらに緊迫化状態になったということが、えー、感じられるようになります。 ね、ああちなみにチャート情報は、はいえー、10時30分過ぎの情報ですのでよろししくお願いいたしますそぜひ今日は細かく,く何かあると急に動きますからねそうですね、えー、アメリカの金利情勢なんていうのはもう刻一刻変化しておりますけども緩やかな動きですけどもねウクライナ情勢で変化するってのは突然大きく変化しますのでそれに注目していく必要があります。でこのクリック株365私大変いいと思ってるのは金・原油もクリック株365にあるんですね。 いつもはこの株を中心にお話をしてますけどちょっと金原油を出してみたいと思いますじゃあここへ金を出してみましょうはいはい金ですねでこちらに原油を出してみます今主役は何といっても原油ですねはい、えー、原油の上げ方っていうのはすごいですよねすさまじいですね,ねお見せしたら分かりますけどももうずっと右肩上がりで拍車をかけて上がってると。 この原油が上がってるってことがアメリカの消費者物価をさらに引き上げている要因、インフレっていうものが今ね、世界中で進行してるってことがわかります。金はどちらかというとね、上げ方が少なかったんです。それがね、ここへ来てスルスルっと金が上がり出しました。割と欲ばい状態が続いておりますよね、欲張状態がね。はい。その欲ばい状態が続いた後に、スルスルと上がりまして、 前回の高値のところに今来ておりますからこれを更新すると金も大きく上がっていくということなんです。世の中、インフレですから金もっともっと上がっていいような、ね、え気がしますけど金の上げがさほどでもない理由っていうのやっぱり金は持っていてもそれでこう金利がつくわけじゃないので、うん、まあ今、金利がぐんぐん上がっていることを考えるとそそれも影響していいるんでですすか、はい、そういうことですねえ金はお金を増やそうという資産ではないんです。 お金を増やそうという資産ではないとするとどういう資産かというとお金を守ろうというねものなんですね、はい、えとするとね金利がどん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 上がっていく時にはま債券とかね安全なものは他にもあるね、えー、とすると金ねえさほど買う必要はないということになるんですけどもそれでもウクライナ情勢とか世界が不安定になると金はぐっとね上がっていきます、えー、金の動きを見てもねウクライナ情勢っていうのが分かっていただけるんじゃないかと。 でもう一つ皆さんに、ね、お伝えしたいことがありまして、ね、もうすでにご存知の方がいらっしゃると思いますけども、ね、クリック株365に新たにナスダック100という投資商品、ね、これが加わることになりました、はいえー、このナスダック100っていうのは並びにどんな商品ですかね アメリカの新興市場がナスタックですよね。うん、その100っていうのはトップ100っていうことですか、はい、はい、そうです。よくガーファムなんていう言葉があってね。はい、Google、Facebook、Amazon、Apple、ね、マイクロソフトなんていうね、これが世界を動かしてるんだっていう話がありますけど、そういうね、世界を動かしてるガーファムこういったものが全部入ってるのがナスタック100。えー、アメリカの新興市場、ナスタックの中の時価総額が大きい企業、100。 ですから新興市場といってもアップルだとか、ね、マイクロソフトだとかアマゾンだとかいうもう有名どころが全部揃ってる、はいるとすると、まあ、一番楽しみな、ねえー、指数ですね、えー、そういったものが、えー、2月の28日ですかね、えー、月曜日から、えー、新規上場の予定になっております、ねえー、投資用品としても大変魅力的なので、えー、そちらもです、ねえー、ぜひ見ていただきたいなとこのように思います。 じゃあ、ちょっともうちょっとね、チャートを見ていきたいと思います。これが、あの、日経平均のチャートになりますね。えー、この日経平均のチャートを見ますと、見てもらったらわかりますように、これが木曜日のね、えー、価格なんです。この木曜日の価格が終わりまして、そしてね、土日月曜日、こうね、大きく窓を開けて下がってるってことで、この下げを見てね、皆さんあびっくりしてるんですけども、実はまあ、ほとんどの投資家はね、この、 に大きな下げがあったってこととはもうすでに知ってるとこの価格でびっくりしてはいけません。とすると、ここで始まった後、ね、上がるか下がるか、これは実は世界中の投資家が注目してるんですと。今、冷足で出しておりますけど、短い足にしましょう。はい、5分足チャートに切り替えます。えー、見てもらえばわかりますけども、窓を開けてドーンと下がってる。はい、この窓を開けて下がるのは、もう誰しもわかってたことなんです。じゃあ、注目どころは何ですか ね、窓を開けて下がったのは、金曜日、ね、世界中が下がったものに対して、えー、日本が遅れてですね、影響を受けたということなんです。この週明けのウクライナ情勢、その他を受けて、えー、下がった後、どちらに行くか。一旦下がった後の動きが注目ということですね。とすると、下がった後、まあ大きくは下がってないんですけど、どちらかというと今のところ、ね、じわじわと売られてるという状態がありますので、これがさらにドッと、 下の方に動くようなことになりましたら、これはね、えー、ウクライナ状態が緊迫化しているんだと,、ね、ということで、ねえー、ぜひ、えーまあ、この日経、えー、平均の動きもさることのながら、クリック株でも私はニューヨークダウン、これを短い足で見ることをね、お勧めしたいと思います。じゃあ次にですね、えー、もう一つ私が注目しているものがありまして、その注目しているものを、ね、見ていただきたいと思います。 えー、これは為替のチャートですけども、何の為替のチャートだと思いますかこれは、もしかするとロシアンルーブルと書いてありますかはいそうですね ロシアンルーブルロシアの通貨ですね、はい、ドル建てね、はい、ロシアンルーブル米ドルということですなかなかこういうねロシアンブルルーブルのチャートって皆さん見られる機会ないかと思いますけどす、ね、ネットで検索していただければありますのでぜひ今はこのねロシアルーブルこの価格をね注目してもらいたいと思いますやっぱりずっと下がっておりますねずっと下がってた理由は何といってもロシアとウクライナの緊張戦闘状態になればロシアの経済良くなっ あるはずがありませんから、えー、ロシアのルーブルも売られておりましたそれが1月の末ぐらいからスルスルスルっとね戻しておりましたねこの戻してたのはなぜ戻してたかというとまあ、オリンピックの間はしばらくは緊張状態がね、えー、緩和するんじゃないかとそういう機待からあね戻しておりましたそれがドッとまた下がる方向に来ておりますねこれ日足で見てますからちょっとこれもやっぱり短い足15分足ぐらいで見たいと思います 15分足ぐらいで見るるとどーっと下がってるこの大きく下がったところが金曜日の午前3時半です。ですから金曜日の午前3時半にウクライナ情勢が一気に緊迫化したと、ね、こういうことで世界の株価の下げにつながったんだということが分かります。日本は、ね、オリンピックを見て皆さんね休んでおられましたからこれに気が付いておらない。でポイントはその後ですよ。その後 さらに緊迫感が続けばもっともっと下の方に行くはずなんですその後の動きとしてはどんな感じが斜めにしますかこちらも下がった後は横ばいという感じがします,ううすね。そうです下がった後は横ばい状態ということで今昇降状態にあるということになります これはまあね、ロシアにおいても土日、こういったことがあったと思いますけど、しかし何度も言いますけど、え戦争ってのは土日関係ありません。ね、夜間であろうが、ね、朝であろうが、えー、そういうものはあると、ね。そうすると、ね、為替の世界にはいつ影響するかどうかわかりません。ということでえ、週明けが非常に注目されたわけですけど、今のところ、小康状態。しかし、戻ってきてるわけでもないですからね、安心してもらってもいけないということです。 えー、今、株の暴落ということと原油の高騰という二、ね、つのことがあるんですけどこれは両方ともリンクしております、えー、原油がなぜ上がってるんですか原油ががなぜ上がってるんですかということをひもときますとやっぱりその大きな背景としては、えー、ロシアとウクライナの緊張、ね、ロシアというのは天然ガスの、ね、一大生産国で、はいえー、ロシアからウクライナを経てヨーロッパに天然ガスが供給されていきます。 もしロシアとウクライナが戦闘状態になりますとウクライナにあるパイプラインという、ね、天然ガスを運ぶ、ね、場所が壊される可能性があるそうするとヨーロッパには天然ガスが届かなくなりますとするとね、えー、原油そういったものが代わりに必要となり原油価格が高騰していっていると、まあ、もちろん原油が上がっている理由というのは他にもたくさんあるんですけれども、はい、直面することはそういうことで今現在とどまることがない 原油高になりそれがインフレを、ね、後押ししましてアメリカの CPI が高い金利が引き上がるこういったことが全部、ね、一気通貫して動いているんだということを知っていただくとこれから先の動きを知るためには原油価格こういったものを見ていかなきゃいけないんだということがよく分かっていただけると思います。はいということでね世界が非常に緊張状態にありますけど、はい、週明け 今、現在の状態は昇降状態です。世界中が今、日本市場に注目しております。ねえー、日本市場でさらに下がるのか、戻しを、ね、演じていくのかってことを、えー、世界中の投資家が今注目してるんだということを、ね、理解していただくと、こまめに今はチャートを見ていただいて、えー、ウクライナ状態がどういう状態か、ニュースで見るのは何時間も後の話です。ね、それがな、何かが起こった瞬間に、それをいち早く知る,知ることができるのはチャートです。 冷やしチャートではなくて短い足ね、はい、一分足五分足チャートというものを細かく見てもらって変化を感じ取っていただきたいとこのように思います以上ですありがとうございます株価そして上昇続ける原油や金、えー、それに加えてロシアの通貨などにも注目してみると、はい、本当にチャートが現状を教えてくれるというのがよくつかめそうですねはい。注意してみていきましょうそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうありがとうございましたありがとうございました